それではの大震災シリーズ、今日はの原子力発電所を抱える原発立地県の知事と、この話を伺うために、佐賀県の古川康知事にお越しいただきました。古川知事、ご存知の方も多いと思いますが、手短に紹介をいたしますと、昭和57年に東大法学部を卒業して、実証に入りありまして、 税務局の課長補佐、大臣秘書官などを経て、平成15年、2003年に佐賀県の知事に初当選されました、当時44歳で、全国最年少の知事ということでしたが、その後、2007年、それから今年当選をしまして、3期目ということになります。今今日はあの今回の福島原発 どういうふうに受け止めているのか、それから私ども、非常に関心があるのは、この再稼働の問題で、九州の原海原発の再稼働の問題にどういうふうに対応されていこうとしているのか、お聞きしたたいいいいとと思まます最初に30分程度お話ししだきまして残りの時間を質疑応答という形で進めたいと思います。 司会進行は企画委員で NHK 解説員の頭ですそれでは古川知事お願いしますはい。佐賀県知事の古川康史でございますこの震災に関連して原子力発電所所在研の知事がこの場でお話をさせていただくそのおそらくはトップバッターになるんじゃないかなと思いますけれどもこの立地圏の知事の悩みと思いというものをぜひ伝えさせていただければ大変ありがたく思います 今日はちょっと私としては珍しいことに挑戦してみようと思っています。というのは、先ほど、カシナさんの方から30分でという話がありましたけれども、それよりも短く収めてみせるという強い決意を持って臨んでいます。はい、聞き手の皆様は聞きたいことを尋ねるプロでございますので、私がまず最初にお伝えするものをできるだけコンパクトにして、そしてたくさんのご質問を受けるようにしたいと思っているところであります。今日のテーマは大きく2つです。 この今、私ども、佐賀県もそうでありますけれども、原子力発電所を抱えている知事たちが何を考えているのか、それをこの原子力発電の安全性と必要性という、この2つの側面からお話をさせていただきたいと思います。いつもなら、パワーポイントでやるんですけれども、今日は紙でやるという、厳名が下っておりますので、お手元の どう考える原子力エネルギー、この資料に沿った形でお話をさせていただきます。まず、チャート2と書いてあります、全国の電源別発電割合と佐賀県内での電力生産というものを見ていただければと思います。これは一番左に書いてあるものが、全国でのエネルギーの割合です。火力が61%で一番多く、次が原子力で29%。 まあ全国の3割が原子力といわれるゆえんであります。で水力が8%で、えー、これから伸びていくであろう新エネルギーは、現時点においてはわずか1%という状況であります。この3割という数字をとりあえず頭に仮置きしておいていただければと思います。それで、えー、ちょっと1個を飛ばして、えー、右から2番目の電源別発電割合というものを、九州電力の場合を見てみますと、佐賀県が管内である九州電力は、 全国平均が三割であるのに対して原子力の割合が四割になっています。四十二パーセントになっています。また新エネルギーの割合も三パーセントと全国平均に比べると高いというのも特徴です。一つは全国、まあ、唯一と言ってもいいと思いますけど地熱発電所があります。また水力もあります。そして佐賀県は住宅用の太陽光発電の設置率が全国一位なんですけどもこの新エネルギーについても。 風力も含めてかなり熱心に取り組んでいるということもあってこういう数字になっているんだろうと思っているところでございますまたその真ん中に電力会社比率というのがありますけれどもこれは各電力会社が全国の電力のどれぐらいを作っているかということで東京電力が全国の32%と最も大きくその次が関西電力の16%中部の14%と続いて その次に九州電力、まあ、全国の電力の約1割を、まあ、生産しているということになるわけでございます。佐賀県内は、<coughs> あすいません、そういう中で佐賀県というのは、九州全体の供給量の26%、約4分の1を生産しています。まあ、今26、26%ということなので、まあ、ちょっと約3割というふうに強めに書いておきましたけれども。それで えーまあ、水力等もありますけれども、おほとんまあ、この規模からすれば、ほぼ全量が原子力発電によって賄われているということでございます。で,そのでは、玄海原子力発電所というのはどういう状況なのかというと、お佐賀県のお北西部の東松浦半島というところの一部に、この玄海原子力発電所は所在をしています。全部でで号号機機から4号機ままつありましてこのいずれもが まだ運転を続け、営業運転を続けておりますが、現時点では2号機と3号機の2つが定期検査で止まっていて、1号機と4号機が運転中、すなわちえまあ半分止まって半分動いているという状況でございます。こういう状況のもとに、福島第一原子力発電所がの事故が発生をしました。 それに対して佐賀県どうしたかということをその次のチャート4に示しています。この今回の福島第一原子力発電所の事故が起きたとき私自身も最初は何が起きたのかということがつかめずにおりました。立地圏にはは他のの県と違うのは まあ物理を専攻した原子力発電所のことをよく知っている人間というのが必ず複数人確保されています佐賀県でも、えー、だいたい物理職の人間というのを数年に一度ぐらい採用しておりまして、えーまあ、全員が原子力の専門家になるわけではないんですけれども、まあ、数人程度は原子力の専門家を抱え、まあ、事務職の人間でも何回か原子力の仕事をしたことがあるという人間を抱えておりますので その報じられているもの以外にも原子力の専門家として次に何が起こることが予想されるのかまた分からない点が何なのかそういったことについて議論をすることができますその発電処理地検の強みというのは他の県にはいない原子力関係の専門家がいるということそれが一つの強みなんだろうというふうに思いますで通常の事故やトラブルであれば大体いい収束に向けての予想が立ちます まあ比較的国とか電力会社が控えめに表現をしていても大体何が起こりそしていつぐらいには解決していくのかということについておおむねの想像がつくわけでありますけれども今回の時だけは次から次に起きていく事象というものが一体何を意味しているのか表しているのかその我々の頭の中での解析もできずにとにかく次々に報じられる事象を追っかけていくのが精一杯ということでございました。 普通であれば原子力の事象はその収束をイメージしていきながらそのイメージに近づけるために我々もずっとシミュレーションしながら事故の進展を見ていくんでありますけれども今回だけはその次のページを開くといつもそれまでの我々の教科書になかったようなことが書いてあるみたいな感じでどん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 新しい展開になっていったということを思っていますし今もそういう感じであります。 まあそのもっと、うんまあ、もう少し厳しい想定,想定というか本当にチェルノブイリみたいな感じで爆発するとか再臨界になるとかそういったことも頭の中にいなかったわけではありませんが、まあ、少なくとも現時点ではそういう状態になっていないというのは最悪ではな,いなかろうというふうに思いますけれどもしかし我々が通常予測しているものをはるかに超える被害であったことは間違いないと思っています。 さて、佐賀県がどういう対応を取ってきたかということをかいつまんでお話をさせていただきます。11日に震災による事故が発生した1週間後に九州電力の副社長を呼びましたそこでこの福島第一原子力発電所の事故の状況そしてそれを踏まえて九州電力として緊急にどういう対応を行ったのかということについての説明を受けました。 その6日後に九州電力は当時定期検査中でございました2号機3号機これはほぼ定期検査が終了しつつある過程でありましてまあいわばいつでも再起動してもおかしくない状況にあったわけでありますけれどもそれを自主的に発電の再開を延期するということを公表されましたこの定期検査が終わったのかという質問もよく受けるんですけれども定期検査は ほぼ危機器等のチェックが終了した後に、一度というか再起動をさせます、再起動をさせていく過程できちんとして景気が動くかとか、いろんなトラブルがないかのチェックをしていって、最終的にフルの営業運転に持っていきますんで、そしてその段階で間違いなかったということになって、初めて定期検査が終わるということになりますので。 その定期検査が終わっていたから、終わっていたものを発電再開延期をしたということでございませんけれども、まあ、ほぼその最終段階にあって、いつ再起動してもおかしくなかった状況にあったものについて、この2つを発電再開の延期を公表したというものでございました。次来、今日に至っておりますので、この3月24日から、あまあ、いわばひとぐらいかけて営業運転に持ってこようと思っていたところ、 それができずに、ずっと石油などを使って発電をしてきておりますので、他の電力会社に比べると、九州電力は、こうしたその予備電源を使った発電を、他の電力会社よりは余計の時間しているということは言えるというふうに思っております。で、その公表した1週間後、今度は国が電気事業者に対して、福島の事故を踏まえた緊急安全対策の実施を指示をいたしました。 えーまあ、これを受けて、えーまあ、約ひ約つ月後でございますけれども、その5月の6日に、えー、この事業者の緊急安全対策の結果について、国が公表をしております、えー。ちょっと話が前後しますが、この3月30日に緊急安全対策の実施を指示した後4月の26日に、これはまあ佐賀県の動きとして、えーまあ、この間の、 その各県の対応について、また国に対して求めることなどについて、率直な意見交換をしようということで、原子力関係の同県の有志の知事による会合を開催いたしました。ま、た私が呼びかけをいたしました。え各県でそれぞれ、えー、原子力の立地権としての対応をしてきているわけでありますけれども、まあ、それについての意見交換をやっていこうということでございました。えそして、えー、その日、 私が経済産業大臣に対して、佐賀県から経済産業大臣に対しての原子力発電所の安全確保にかかる要請書の提出を行ったところであります。で、この知事による有志の会合で、どんなことが議論になったのかというと、一番議論になりましたのは、国が今、 チェック中の緊急安全対策の実施結果についてどういう実施結果の公表を行うのかという点でございました通常であれば緊急安全点検を国が命じた場合その緊急安全点検の結果というのは大体おおむね妥当であったとかおおむね適切であったとかそういう表現でもってえまあ国が指示した事項を各電力会社が大体 きちんとやりましたよという感じの発表を行われることが普通であります、まあ、しかしながら今回のような大きな事故が発生したことを受けての緊急安全点検結果の公表においてはそういうことでは全く十分ではないだろうと本当に国が安全だと思うんであればそのやっぱ強い安全の保障のようなことをやっていかなければとてもではないけれども非常に不安感が高まっている その立地地域の状況から言うとその国がいや大丈夫ですよと言ったぐらいでは簡単にはみんな納得しないとでこのことを国に対して強く言うべきだという意見が圧倒的でした私がこの日実際には経済産業大臣ではなく政務官にお目にかかっているんですけれども政務官に対してもそのことを強く申し上げました結果から言うとその思いは届くことなく その数日後この5月6日に発表された緊急安全点検結果はこの事業者の行ったことはおおむね適切であるという表現になっておりましたまあこうしたその立地地域のその人間たちのまあ特に市町村長や知事たちが何を考えているのかっていうことが私は届いていると思うんですけれどもそれが国としての対応にえー 結びついていないということが我々から見たときには非常に不安に思っています。さらに、まあこの四月二十六日の原子力関係同権の非公式会合でまあ出たものとしては、原子力防災計画に関することでございます。もう原子力発電所というと、まあ大きく一つのことにあの捉えられると皆さんたちの思いますけれども、行政的に見ると。 実は原子力安全行政と原子力防災行政というのは別でございまして何が別かというとそもそも扱っている部署が別でございますおそらくどこの県もそうだと思いますけれども原子力安全対策を所管している部局原子力安全対策課みたいなものというのは我が県の場合は暮らし環境本部というところで担当をしておりますで一方原子力の防災を所管するのは佐賀県ですと統括本部の 消防防災とというところで,で今回、組織改正で新しくこの原子力防災については防災企画グループというものを作りトップには副知事を防災官として当てという形でかなり充実強化させましたので違ってきてますけど基本的にはその消防防災課的なところが原子力防災も所管しているのが通例であります。 ですから津波のこと、高潮のこと、大雨が来たときの対策、地震の対策、そうしたことをやっている部局が、一つの、まあ、いわば特殊災害として、原子力防災も担当しているということになっています。えー、ですから、原子力安全対策と原子力防災対策というのは、その行政の中においてはまあ別物と捉えられています。 で原子力の防災計画そのものも、これは国の,国の方でいうと、中央防災会議というところが所管をしておりまして、そのいわば防災を所管する部局が、まあ、原子力の事故があったときの,の避難とかなんとかも基本的には対応をするということになっておりまして、安全対策と防災対策は、まあ、別部署がやっているということがあるわけで、えー、ありますけれども、そのこの非公式会合のときにも、安全対策の話がかなりいろいろ出た後に、今度は防災対策の話が出て、 そして基本的には原子力の防災計画というのは国が作ることになっています、それをもとにして各県で作るということになっているんですけれども、もうそんなことを待ってられないと、もうまずは自分たちの県はもうそろそろもう見直しを始めようと思うというふうなことを次々にいろんな知事が申し上げ、いろんな意見交換をして、えー、そういう意見が出で、私も始めなくちゃいけないなと思ってはいたんですけれどもあ、そうやってもう他の県でも始めているのかということで。 私のの今回の新しい任期が4月23日から始まりまりす私は選挙が終わった年は必ず新しい任期のときに新しい組織体制や新しい事業を起こすようにしておりますのでその4月23日をもって佐賀県としてもこの原子力防災計画の見直しをスタートをさせましたこの原子力防災計画をとにかく今のままではダメだめだそれと国の動きを待っていたんではダメだめだ自分たちで 動きをしていこうということを確認したというのも、この会での成果だったと思っています。さあ、それで先ほど来お話の出ている、国が電気事業者に対して求めた緊急安全対策の結果ですが、5月の6日に国が公表を行いました。ここの結果は先ほど申し上げたようにに残念なことに 事業者の緊急安全対策はおおむね適切であるという表現にとどまったものでございました。で、そのこと自体は、まあ、皆様も、まあそういうことになるのかなと思われていたのかもしれませんが、そこで我々の当初の予測を超えたものが、内閣総理大臣が中部電力に対して、浜岡原子力発電所について、現在運転中のものも含めて、 中長期対策ができるまでの間、運転を停止することを要請するということを発表されたというものでございました。まあ、これはもう大変に驚きでございました。私のところには、経済産業大臣からそのことについては事前にご連絡をいただいておりましたけれども、大臣も大変慌てておられるご様子でございました。 まあ私と福井県知事と2人にご連絡をいただいたということでございました、このなぜ2人なのかっていう意味は、私も,も、私は受けた方なのでよく分かりませんけれども、まあ、共通しているのは何かというと、もう定期点検がほぼ終わりかけている原子力発電所を抱えているのがこの2つの県でありまして、まあ、それに浜岡が加わってたんですけれども、まあ、今回、浜岡はそういう意味では外れましたんで。 そのもう定期点検がいつ終わってもおかしくないところにあるということで、私のところに来たのかなと思ったりしているところでございます。まあ、いずれにしても、大臣からそういうお話があったときに、私、何度も確認をしました、なんかまあ電話だったものですからで、しかも当時は秘書がついてない状況で、私一人だったものですから、その要するにあの止ま、動いているものも含めて、みんな、 あのもう止めますというふうに聞こえるとでこれはもう廃炉にするっていうことですかいやそういうことではなくてとにかく中長期対策がきちんとできるまでの間は、まあ、止めるっていうことですというお話で,でああそういうことなんだとねしみじみ思いましたで「他はどうなんでしょうか」って聞いて「いや他は止めません」っていう話だったんですね。で他はななななぜ止めいいいんでしししょうううかっていうふうなやり取りをたたような気がいたします えーまあ、ちょっとそこの明確な説明は、その時にあったのかどうかはあの分かりませんが、とにかく浜岡の地震の確率が高いということを、なんか繰り返し、えー、私におっしゃってたように思います、まあ、それはその後の会見でも、総理大臣もおっしゃっておられました。ただその、この総理の発表された浜岡を止めるということについて、国民的には非常に高い評価があり、まあ、私も総理の気持ちというか、そこは理解できますものの、 もうその唐突感は否めなかったというのともう一つ、なぜ浜岡だけを止めるのかということについてはそのやはり何度聞いてみても分かりましたと胸にストーンと落ちるところになりませんでしたな,な,なぜなのかというと、まあ、一つはまず確率論で話をされたからということであります浜岡は地震の確率が高いで他は低いだから浜岡を止める。まあ 確かにどこかを止めなければいけないとしたときに、えー、じゃあ,あの止めるとしたらどこを止めますかと言われたら答えは,それは浜岡でありましょうでも今動いてるものを今浜岡を止めなければならない状況なのかどうかということについての説明がない中で止めるとしたら浜岡っていうやつを浜岡はとにかく止めますっていうことで発表されてしまっているということが非常に不思議だったんですね。それはもう繰りり返しになりますが えー、どこかに順番つけて、とにかくできるだけ原子力を止めていきましょうと、止めていくときに、その地震の発生の高い、確率の高いところから止めていきましょうとおっしゃるならば、それは浜岡が確率高いから、それ、止めていきますねって言われるのは、まだわかるような気がするんですけれどもで、浜岡だけ止めると、で他も別に止めてもいいんではないかと、論理的には思うわけですよ。 で他か、玄海なんかはもう非常に確率低いと言われてますけども、そのあるその推進本部というところが作ったものだと、0.0になっている、玄海の原子力発電所の地震の確率は0.0、だけど、同じ資料では、福島第一の確率も0.0だったというのも、皆さんよくご存じのとおりだと思います。で、そういったことで、0.0の確率であっても、起きることっていうのはあるわけでありますし、そのなぜ浜岡だけがこうなのか。 といいうこにについては非常に不思議でしたあと、さらに、これはまあその九州のものの、ひ、まあ、がみというと変ですけれども、そのあれかもしれな,いれないんですけれども、なんか、三連動で地震が起きたりすると、首都圏がやられるからみたいなことを、なんか言われたような気がするんですね、なんか私の聞き違いかもしれませんし、聞き違いだ,だ,だと思いたいという気持ちもあって、あんまりそこの総理の発言、確かめないようにしてるんですけれども、<laughs> そ,のそれはなんなんでしょうかということなんですね。 首都圏がやらられるとと大変だから止めますとじゃあ首都圏じゃないところだったら止めなかったんでしょうかっていう気もするんですなんかおそんなになんかあんまりこうひがむなよって言われるかもしれませんけどもそのやっぱり立地時で安全ををに責任を持ってる立場からするとそのなんか危ないところで中央に影響があると困るからそこは止めますとでそうじゃないところはまあ、えー、確率もそこそこ。 人間の数もそこそこだから止めませんって言われたんじゃ、ちょっとわれわれは、それは分かりましたっていう話は到底できないだろうと思いました、でさらには、保安院が止めろと言わなかったっていうのは、こう非常にわれわれから見たときに、えー、悩ましいところなんでありまして、仮に保安院が保安院独自の判断として、えー、この安全緊急安全対策はおおむね適切に実施されているけれども、 そのこれについては、中長期対策をもう早急に行うこととして、その営業運転はその中長期対策が終わった後にやるべきだということを最初からホワインが言ってくれていれば、ホワインそのものとしての評価で、浜岡はそのホワインの審査をクリアできないと、で他はクリアできたんだということになれば、まだ整理はつきやすいんですね。 それを保安院としては浜岡は OK だって言っておきながらそれがなんか総理のご判断でやっぱ浜岡はダメとなったということはじゃあ保安院員っていうのはどういう評価をしている組織なんだっていうことを我々は問わざるを得ないと思っていますだからあの時、まあ、これは後知恵みたいなことになるんですけれどもその浜岡を止めますっていうことを発表されるというのではなくその保安院が 調べた結果、基本的には各原子力発電所について安全性は確保されましたと、またはされるということについて我々確認をいたしましたと、だから皆さん、そこは安心してくださいということをメッセージとして総理が言われ、なお、浜岡については地震の確率が非常に高いということもあって、これはいわば念のためですけれども、中直対策が終わるまで止めることでいたしますというふうな感じで。 おっしゃる中身が逆転していればです、ね、まだ我々は少し聞きやすかったかもしれないなと思っていますが、まあ、いずれにしろ、現実にはそういう状態になりました。そしてその3日後、経済産業大臣がある談話を発表、公表されます。それがここに書いてあるような、現在運転中の原子力発電所について、運転を継続すること、そして軌道を控えている原子力発電所、まあ、これは現海2号、3号みたいな存在ですね。 軌道を控えている原子力発電所が運転を再開することは安全上支障がないと考えるという談話を発表されましたおそらく5月6日に総理が発表されたことに対して所在権の知事や市町村長の評価というものがまあ浜岡は別にして非常に厳しいものがあったということをちょっとやはり深刻に思われたのかもしれないと思っていますがこの5月の9日の この経済産業大臣の談話については、そういうことだろうと、自分の中では整理をしているところでございます。この安全上、支障がないと考えるという談話を公表されたからといって、その私どもからするとあ、そうですか、支障がないんならやりましょうか、そういう気分になってないのは、どの件も共通だろうと思っています。その まずは私どもは今回の原子力安全保安院のチェックの結果というものが本当にそれで緊急安全対策として妥当なのかどうかということについてそもそもまだ納得をしておりませんこれをまだクリアしないといけないという状況にありますでさらには本当にこうしたことを急いで行わなければこの日本の夏今年乗り切れないのかということについてもまだまだ我々は しっかりとした対応するだけの材料を持ち合わせていないと思っています。この大臣はこうして談話を発表されたわけでありますけれども、このことで気持ちが動いて、それではじゃあ再起動させましょうかと動いているところは、現時点ではないというところでございます。そのの後5月16日の原子力発電所関係団体協議会これは 原子力発電所などが立地している団体で作る、これ、県レベルの協議会ですけど、国の緊急要請について協議を行いました。これは全国ベースで行いました。そして、佐賀県としては5月の17日に、原子力安全保安院から緊急安全対策の確認結果などについてお話を伺ったところでございます。こうしたことを行っています。我々の関心事は、その次のチャート5であります。 大きく三つです。何に疑問を持っているのかということでございます。基本的な考え方の一番目、えー、まあ括弧一括弧二括弧三括弧四とありますけれども、基本的にはこの括弧一から三までが大きな安全性についてのポイントです。法案委は緊急安全対策で津波対策だけを行うこととしております。ただあ各種の今報道にも見られますように、実は津波の前の地震によって被害が発生したのではないかという。 報道ややみたいなやつがあります仮にそれが事実だとするとこ、緊急安全対策で地震対策を行わなければならないということになります。だとすると、この津波対策だけ,だけを行いましたからあ、とりあえず安全ですよということにはならなくなってしまいます。そこがどうなのかということが1点。それと、先ほど来申し上げておりますように、浜岡以外は本当に大丈夫なのかという点が2点目。3点目が 福島第一の3号機はモックス燃料という、まあえー、燃料を使っておりましたけれどもこれは現在の3号機もモックス燃料を使用する予定で今、掃討をしていますでこれに使っていたということで何か環境への特別な影響がなかったのかこれらについてしっかりとしてあの示していただきたいということを求めておりますで各4は受給見通しなんですけどこれはホワインからこれは私どもの仕事ではございませんということで言われましたので えーまあ、そこはまあそううかなという気もしておりますでその安全性について申し上げれば、私どもの問題点はこの3つ、えー、その地震対策あ津波対策だけで本当に十分なのか、あと浜岡以外は本当に大丈夫なのか、モックス燃料の影響はな,ないのか、えー、この3つについて、国にしっかりと確認をしなければならないということですが、残念なことに前回、私どもの納得のいく説明が得られませんでしたので、えー、もう一度呼んでお話を聞かなければならないと考えています。 そして九州電力や国からは、この国といってもホワインではなく、まあ、本当はエネ庁なのかもしれませんけれども、その経済産業省全体、あるいは政府全体として、こ,のこれからのエネルギーのことがどうなっていくのかということについて、それもしっかりとした話を聞けなければいけないとも思っております。 まあこの必要性の議論はま、まずは安全性が確保されてからの話ですから、それほどこちらが焦っているわけではございませんけれども、そこも全く無視するわけにはいかないだろうと思っております。次にチャート6を開いていただきますと、この全国の原子力発電所の運転状況があって、ピンク色にマーキングされているところが現在止まっているところでございます。これがチャート7見ていただきますと、このまま、 全く再起動しませんと定期検査により次から次に止まっていきますので今現時点では現時点の大体10分の1ぐらいになってしまう3月にはもうほとんど発電するところがなくなるということになっていきます私はこれは大変なことだから何とかしろと申し上げているのではなく こういったことを踏まえて政府は何か今お考えがあるのかということがわからないというのが一番まあ問題の一つだと思っています。チャートの8に電力供給に対する政府の考えはどうなのかということについてポイントを書いております。えー、つまままままり今福井もも再開のの見通し立ってません限界も立っってていせせんん限界このまま 先行する我々がこのような状態だと、次から次に定期検査で止まっていく原子力発電所の立地権というのは、ますます再起動に対するハードルが高くなっていくことと思われます、一般的に言えば。その状況を放っておけば、このチャートの7にあるような感じで、次から次に日本の原子力発電所止まっていくんですね。で、私は超あの長期的に、中期的に見たときに、長期的に見たときに、原子力発電所に今のように依存しないエネルギー供給体制を作っていくことは必要だと思っています。が その来年の3月ぐらいに、えー、こうやってほとんど原子力発電所が稼働していない状態というのは今のおこの国政府がん狙っておられるのか意図しておられるのかそうではないのかっていう点がわかりません。えー、こうしたことをきちんと示していただきたいというのが私の気持ちでございます。お約束の30分になりました。あとは質問にお答えする形で、えー、私の意見を言わせていただければと思います。ご清聴ありがとうございました。どうも大変ありがとうございました。うん えと全国の,あの原発の状況、それから地元の原発の関係、コンパクトに話をしていただいて、ありがとうございます。えー、それで、知事の次の日程の関係がありますので、だいたい2時半をめどにあの質疑をあの終えたいと思います。 えー、そこで、あのー、最初に今の知事のお話を受けて、ですねあのおそらく会場の皆さんの、あのー、共通の関心事項と思われる点あの、司会の私の方から何点かお聞きして、はい、引き続いて会場から、あのー、直接、あのーえー、質問させていただくという形にさせていただきたいと思います。はいえー、それで、あのー、第一点にに古川知事にお聞きしたいのは、あのは、ー、この 佐賀県のこの原発ですねこれはあの運転停止中のこう再開するあのどういうあの判断材料が揃ったりあるいは条件が整ったら知事はこう判断をできるのかですねあのその再開の条件まああの国の方のこの安全に対する説明の仕方とかあのいくつかあると思うんですが。 整理していただくとどういうことになるんでしょうか。はい、えー、チャートの5をもう一度見ていただければと思います。えー、現時点で私どもはあ、どうしても再起動をなるべく早くさせなければならないという認識には立っておりません。えー、まずはあ政府が今回実施したというこの緊急安全対策というものが本当に効果のあるものなのか。 それによって、えー、一定の,その安全性が確保されたと本当に言えるのか、このことについて、きちんと我々としても理解、納得ができなければ、再開に向けての道筋は立てないということを、私は議会でもお話をさせていただいております。という意味においては、こういう条件がクリアしたら、再起動させますよという、そういうロードマップや道筋を現時点では作っておりません。えー、が ああ最低でもこういうことについては理解が得られなければいけませんよという必要条件を示していますそれがこのチャート5の先ほどから申し上げている1の括弧1括弧2括弧3のこの3つの点についてでありますその津波対策だけ行うこととしているけれども仮に仮にでありますけれども実は地震のまあ津波の前の地震で重大な損傷が起きていたということが分かったとするならば それは地震対策についても緊急安全対策で行う必要が新たに出てまいります。であるとするならば、それをやってもらわないといけないということになるんだろうというふうに思います。 また、この浜岡原発以外の原発の話については、これは一定どういう理解をし、納得をするかということにはなりますけれども、これについて地震の確率だけの説明ではない、もう少し我々の地域の人間から見たときにも、なるほどと思うような説明をしていただきたいと思っているところでございます。で、木質燃料についてもしっかりで、木質燃料を使っていたということで、影響がなかったのかどうか。はは先日の説明では あこの所内、発電所の中での数字から見れば、それは影響はなかったということを説明しておりましたけれども、最近、保安イ員が入手したデータで、原子力発電所の,その外の敷地外のデータがあるようでございます、そういったものを分析して、このモックス燃料を使っていたから、何か影響があったのかどうかについて、 保安委としての見解を示すと言っておりますので、まあ、そこを見てみたいと思っています。まあ、この3つについて、まずは理解と納得がなければ次に進めないというのが、私の考え方であります、はいえー、それに関連してです、ねあのー、その3つの安全性の3本柱を求めていくということだと思うんですが。えー これはあの今の菅政権のこう原子力問題への対応とかですねそういうふうにあのどういうふうにお感じになっているのかという点とこれはあの当然原発立地権の,あの知事として電話で会談をされたようなんですがあの今度6月の県議会の前までにあの経済産業大臣海江田さんと会談を直接されたりとか。 そういうういお考えああるんでしょうかあります、えーまあ、今週中に、えー、経済産業大臣のところに行って、えー、今、まあ、佐賀県のことだけでなく、立地県の知事たちの、まあ、直接感じていること、求めたいこと、こうしたことについてし、しっかり申し上げたいと思っています。 また、まあ、最終的にはまだ決まってないかもしれませんけど明日全国知事会議が開かれますが、まあ、あの国会の情勢次第かもしれませんけれども、えー、総理にお越しになっていただけるというふうにも伺っております。で総理に来ていただくからには、その一般的なこの震災のことではだけでなく、この原子力発電所のことについても、総理としてどのようにお考えなのかについて、お考えをお尋ねしてみたいと思っております。 えっと私の方から最後にもう一点ですね、あのこの原発立地圏で、えー、今あの、点検停止中のところをこう再開するという場合ですね、えー、これはあの地元の知事としてはなかなかあの最初に判断する知事さんというのは相当プレッシャーがあって大変だと思うんですね。でそうしますとあの運転停止中の知事は あの県はあの先ほど言ったようにたくさんあるわけですから、えー、そこの,あの原発立地県の知事の方たちが今の,あの運転停止中の,の原発を再開するにあたってのこう条件とかを知事の方があが話し合ってです、ね、それをあの国の方にあにぶつけてあの安全性が確認されれば 動かしましょうという、まあ、そういうあの知事同士の横の連携で、再開問題をこう取り組んでいくというのが現実的ではないかという気がするんですが、えー、どういうお考えでしょうか。えー、まあ、そういうことについても、何度か関係県の知事たちで話をしています。うん ただそ、それぞれの原子力発電所の炉の置かれている状況というのが例えば非常に古い炉もあれば比較的新しい炉もあるとか使っている燃料が違うとか非常に高いサイトにあるとかですねさまざま状況が違うもんですからまあそこをそのきちんとまとめて我々なりの統一要求みたいな格好でえ出していけるのかどうかということについてはその… なかなか現時点ではその統一要望、統一項目みたいな感じではまとまっていない状況であります。えー、ですが、あーそのまあ、どういう条件がクリアされたらいいのかということについては、まあ、いろんな県の知事の発言ありますけれども、まあ、そこをこう合わせていくときに、まあ、何らかの共通的なものをあぶり出しにしていって、このことだけはどこにも共通でしっかりやってもらわないと、必ずやってもらわなきゃいけないといったものは出てくる。 可能性は十分にあるというふうに思っています。はい、ありがとうございました。それではあの会場からご質問を受けしたいと思います。挙手をされました。あの所属の名前をおっしゃっていただいて簡潔にあのご質問願いたいと思います。えー、っとあのご質問のある方は挙手をお願いします。 個人会員の志村と申しますあの朝日新聞でずっとエネルギー担当をやってきておりますので、ちょっと質問させております、えチャート5の1、2、3なんですけれども、これ、1のですねあの、まあ、地震で一発でやられたんじゃないかという意見なんですが、えー、要するに東京電力が情報を隠してて、どうもその津波が以前にです、ね、いろいろ壊れてたという情報がありますよね。 そうするとこれ東京電力が開示しない限り政府もなかなか開示できないんじゃないかと思って、まあ、どこまで東京電力が本当のことを言うのかということは1つですねで今度 IA が来てまあそこまで解明するかどうかはありませんがこれもなかなかこういう答えが出てこないと思うんです第2の,その浜岡だけなぜ止めたかということでさっきおっしゃっていた楓さんがあの要するに首都圏が大事,大事だというような話があったんですが。 噂では、ね、第7艦隊の横須賀を助けるためにやったんだという説がありましてね、これもだからその政府からです、ね、本当の答えが出てくるかどうか分からないんですよね、それから第3のックスについても、まあ、プルがです、ね、かなり飛んでるのかどうか、プルトニムが飛んでるかどうかっても分からないんで、これもどこまで保安院が本当に行くかわか分からないということで、僕、1、2、3についてはなかなか答えが出てこない、そうすると佐賀県とすればです、ね、限界をずっと止めざるを得ないんじゃないかっていうような、まあ、ことなんですが。 まあ非常にいい条件をつけてるんですが、その辺の見通しってなかなかしゃべないでしょうが、やはりこれは完全に政府から出てこない限りは動かせないってことなんでしょうその難しいことは私も分かってるんですけども、ただその、変な話ですけど、お前の言うことは信じてないけども、出してみろ。 っていいいううわけにもいかななんだろうなとただやっぱり我が国こういう国ですから変なことやってるともう今の世の中絶対騙すことできないとちょっとは騙すことができてもすぐにそれは違うよっていうことがまあ非常に健全な社会だと思ってるんですね特にこのことについては誰かが変なことを隠しをせようと思っても何日かしたら本人が実は私は止めてませんでしたみたいな話が出てきたりしているだから、うん、そのもう本当に例えば政府と話をする。 ときにその、あんたは他に隠していることあるでしょうって、なんか、我々も検察官みたいにです、ね、こう言わないといけないとしたら、それは非常に不幸なことではあるわけですけれども、でもそこのところは、我々なりに、例えばすでに報道されたいくつかの事柄っていうものがあり、例えばその数字の上がり方を見たときに、これはどうも。 えー、津波よりも前に何か損傷があったんじゃないかというふうなことについて我々はこの説明のほうが分かりやそうじゃないかと思っているけどもあなた方がどうしてもそれ違うとおっしゃるのであればそれを明確に説明してほしいというふうな感じで,です、ね、その我々がいわばあの違うんじゃないかという立場に立ってでその政府の説明を正していくそれで自分たちが今度は逆にそれを議会なり 県民なりに説明できるだけの確証が得られるのかどうかというところまでやり取りをしていかなくてはいけないんだろうと思っていますで大変残念なことに、まあ、私は政府というのは、日本国民を代表する唯一の存在でもありますし、そこが信じられないとか、当てにならないっていうふうになってしまうと、我々が寄って立つべきものが全くなくなってしまうというのは、これまた決して、えー、いいことではないだろうと思っています。しかしかながら 我々はそれをしょって県民に対して説明をしていかなくてはいけないという仕事を追っていますのでそれが私どもなりにこれは分かったとこれはもう正しいと思うとだからきちんと責任を持って説明しようという気持ちになるぐらいの,その丁寧さと真剣さを持って説明していただけるかというところがポイントではないかなと思っています。般ののの説明の時も、 例えば新聞にこういうのがあります,あれありますけどって、新聞を見せてです、ね、これに対する、すいません、これに対する説明をっていう感じで求めるんですけどもその、なんかそれに対する説明はないんですよ。我々のポジションではそういうふうにはなってないとかですね。だから私どもはポジションを聞いてるんではなくて、事実を確かめたいということで。でよっとしたら保安院も、 把握しておられる事実と本当に起きたことというものの間にずれがあるということをひょっとしたら可能性として思っておられるのかもしれないなとだからあんまりその自分たちが知っていること説明していることイコールだから事実なんですみたいな強い言い方はされないんですよねそうなれば我々も自信を持って説明ができないっていうことだと思ってますあの大変確かに非常に難しい部分もあると思いますし その敷地外のポルトニウムの状況がどうだということを分析したとしてもです、ねえー、例えば、あのそ,のそれでもって影響があった、なかったとっいうことの,そのロジックの構成ができるのかどうか、これはまあ難しいのかなと思いますけれども、こちらはあんまり心配する話では、そこはなかろうと思っているところでございますじゃあ、ほかに、はい、どうぞ。ああの 毎日新聞の足立と申しますあの。国の原子力防災計画の関係なんですが EPZ なので全然国というか原子力委員会もそうあ安全委員会もそうなんですが特に見直しどうしろということはないんですけれどもその立地自治体としては何か独自にそれを見直したりとかしてらっしゃるかということとあとそれには財政的な支出が伴うと思うんですが。 まあ独自でやっててそれでいいのかいの何か国にそれに対してもっと早く結論をやってその財政的な支援というか求めるようなお考えがあるかということとあともう一点先ほど浜岡の停止は事前に大臣の方からキャッチされたということなんですがそれはその当日の発表直前とといううことでしょうか、はいえっと、まず EPG についてですけれども。 これはもう県独自でも取り組みを始めてます、また今現在、その EPZ の県内に入ってないところからも、自分のところもという声も上がってきておりますので、佐賀県としてはもう作業に入っています、でこの EPZ の問題だけではなくて、原子力防災計画そのものの大きな見直し、また津波の計画の見直しというものもしていかなくてはいけませんので、そういったことと合わせて、とにかく防災計画全体の見直し作業にすでに入っています。 それで、6月の議会のときには、どういうスケジュール感でやっていくのかという、工程表を出したいと思っております。それまでにすべてをやるということではもちろんなく、どれぐらいのスケジュール感でやっていくのかということについては、その6月の議会前、来週中,来週中か、再来週の頭ぐらいまでには、そういったことをお示したいと、お示したいと思っています。それとこのの在り方については 1>, まあ1つはこの今の10キロ圏でいいのかどうかということがあるわけですけど、まあ、これは今回のを見ていれば10キロ圏では足らなかったんだろうということはもうかなりの角度を持って予測されますですがじゃあ何キロまでやるのかということとその同心円で広げていくということが本当にいいのかどうかということについても一緒に考えな合わせて考えなければいけないと思っています。えー、その EPG ににに入ったところに一斉にその同心園で避難の要請をするということになると、まあ、今回見ていただいて分かるように非常に大きな避難を命じられる側にとってみると仕事上も暮らし上もも大ききなな負担を伴うことになっていきますでもちろんそれは安全を,にを図るに越したことはないわけでありますから足りないよりはあーオーバーなくらいの方がいいという考え方もあるんだろうと思いますけども、まあ、今回こういうことが現実に起きているわけでありますから。 その何が起きていてそれで実際に避難をお願いした結果何が生まれたのかどうだったのかというそこの実証を踏まえた上で本来は EPZ をやらないとただ単に何キロまでで良かったのか悪かったのか今回の事故で起きたことと全く同じことをやるというだけではその次の改善もないというふうに思ってますので最終的には私は。 今回の事故の結果について検証をした上でそれを取り入れていくことが望ましいと思っていますですがそれを待っているといつまでも時間がかかってしまうかもしれませんので国の検証を待つのではなく自治体で独自にまずその防災計画の見直しに取り組んでいるということでございますまた 国に対して何か支援を求めるのかということでございますけれども、まずは国の支援ありきで、国の支援がなかったらやらないということではなく、その我々の中で、いろんな計画の見直しの中で、例えばモニタリングポストの設置の問題でありますとか、資機材の問題でありますとか、そうしたものについても、我々としては、こういう場所とこういう場所ぐらいには置く必要があるのではないかという考えを、まずは自分たちなりで作っていきたいと思っています。 でそうしたらその考えを国の方にぶつけてで、基本的には原子力防災行政というのは、これ、国の負担で行うということとされておりますので、その国の負担についてもしっかり負担をするようにということは申し上げていくことになろうかと思いますが、この財源措置の話はもう後から来る話で、まずは何をしなければならないのかということをしっかり検証することが必要だと思っているところでございます。それと、えっと、浜岡 に, <laughs> えー、についいてでございます,あすみません、浜岡については、えっとポイントは何でしたっけ、すみません。当日、えー、ああ、それも直前だったと思います、はい、えーはい、どうぞ。<laughs> 個人会の小林と申します。あのー 先日、えー、福島県のです、ねえー、児童および学童に対して、えー、文科省が20ミリデシ,、えー、シーベルトの線を出しました、えー、実際にはです、ねこの、もう先ほどからあるお話のようにです、ね、県民も実際にもう国のそういう指示に対して、もう全く信用してないと、で何千人という規模で,です、ね、学童の疎開が始まっているようですけれども。 佐賀県としては、この問題をどういうふうに耐えられるか、先ほどからの緊急事態になった場合、20ミリデシベルトというものを佐賀県としても受け入れられるのか、あるいは拒否されるのか、公衆の1ミリデシベルトの線から超えないということで、それを超えた場合は避難地域というふうに指定するようにですね働きかけられるのか。 あるいは他の県といろいろなことをこれから立地検で相談されると言ってますけれどもこの問題はどういういうに考えられますかこの問題についてはまず事実関係から申し上げるとこの20ミリシーベルトの話というのは少なくとも佐賀県には説明というかペーパーも来てないんですね。福島県をはじめとする関係県だけにその目安が示されたということなのではないかなと。 思っておりますでその、まあ、私どもはその20ミリシーベルトの根拠という、まあ、そもそもこの数字自体を聞かされていないで当然説明も受けていないというのがまず事実関係としてはございますでそういう中でどう考えるのかということについて申し上げればあ、まあ、国が最低限のラインを決めてもそれを上回る厳しい基準を自治体が決めて行うということはしばしばございます。 例えば EPZ についても、確か8キロから10キロぐらいな書き方を国の方ではしてあったと思うんですけれども、で全ての自治体では、その8キロから10キロと言われると、一番遠い10キロまでを EPZ の範囲とするということをやっているわけですね、でこのほか、まあ、福祉の分野においても、いろんな分野においても、国が基準を決めると、その国の基準を上回る厳しい基準を自治体が定めて運用していくということを、まあ、しばしばいろんな分野で行われることであります。 で今回、実際にその、まあ、放,射線放射能による被害を受けておられるところとして、その国の基準ではもう、はなはだ心もとないと、自分たちとして厳しい基準をやるということについては、私はそこは自分のな気持ちの中ではよく理解できると思っております。 では、どういう、どれくらいの基準が望ましいのかということについては、そこはまずは私は、福島県の佐藤知事に、そこはお考えをお伺いしてみたいと思っております。自分の今の,その知見の中で、どれくらいが望ましいということについては持ち合わせておりませんが、おそらくさまざまなやり取りの中で、福島県として、その中から経験値的に出されてきているものというのが、あるいはあるかもしれないなと思っているところでございます。はいどうぞ あの日経新聞の若杉と申します原発再開、あるいはあ再開をしないということを決める知事の権限についてお聞きしたいんですけれども、まあ、浜岡に関しては、中部電力に対して首相がお願いをしたというようなことですし、基礎自体では牧町のように住民投票で止めるということもありますが、今回、仮に再開する、あるいは再開を差し止めるという、知事としてはどういう権限であればどういうことができるのかというのを教えてください、はいは、えっと、権限はありません。 これはどこの県でも一緒だと思いますけれども、再起動をするというのは、電力事業者のまあ権,限権限という言い方、おかしいですけど、の仕事でございまして、国から許可をもらえば、その段階でいつでもできるという状態になります。で、その意味においては、九州電力はすでにそういう状態になっております。ですから、法律的に言えば、九州電力はいつでも再起動できるという状態にあるわけですが、 えー、もうその九州電力の社長は、まあまあ、いろんな会見などを通じて、えー、それはできやろうと思えばできるけれども、まあ、地元との信頼関係を保っていくためにも、おそこはまあ理解を得てやっていきたいということをお話になっておられるということであって、えー、権限といいうものはございません、はいえー、それではあとお、質問される方、挙手を。はい、えー じゃあお二人いらっしゃいますので、じゃあ、最初に、はい。個人会員の近藤と申します、えー、っとこのチャート9に書いてあるんですけれども、原子力発電に対する認識の変化と。 いうことを知事が示されておりますそうしますと3.11のあと、ね、原子力発電に頼らなくてもそれほど無理せずに暮らしていける社会を目指していくべきだとこのような表現になっているんですけど知事はとにかく原発は基本的に廃止したいと廃止すべきではないかというふうに考えておられるのかどうかもしそうであるならば その時間的に何年十年後十五年後どのような時間で廃止をしたいのか、それをもしお聞かせ願いたいということです。私は原子力発電を廃止すべきだという考え方には立っておりません。ただその代替する電源がなくどうしても原子力発電に頼らなければならないという状態よりは。 原子力発電にをま機関電源としていくのか、あるいは他の電源を機関電源としていくのか、そういったことについて、そのオプションというか選択できる状態になる社会の方が望ましいだろうと思っています。で現時点において申し上げれば、この3割、4割を原子力に頼っているという状態ですと、現実問題としてこれをすべて、 稼働させない状態で我が国社会が回っていくかというとそれはちょっと難しいのではないかと私は思っておりますそれは私はこの4月の選挙の時にも県民の方々にこのことを訴えておりましたですからすべての原子力発電所を今直ちに止めるとか今運転しているやつを止めるというのは現実的ではないとしかしながら未来の我が国の社会というものはどういう社会であるべきかについては国民的な議論をする価値はあると それををやっていいくべきだととうことを申しし上げました原子力発電は、まあ、メリットとしてみたら CO2 を出さないとかコストが比較的安いとかいうこともありますけれども一方で事故が出て,出てきた時の被害が非常に甚大だというふうなところもあります。こうしたものがそれぞれ見えてきておりますのでいい点も課題も分かった上で議論をして最終的にこのエネルギー我が国のエネルギーの在り方を決めるべきだと。 こういうことを、私は選挙のときも申し上げていますし、議会でも申し上げてきています。それをこの原子力発電に頼らなくてもという表現をここでさせていただいているのは、原子力がないと我が国社会は成り立たないというのが今の社会だと思います。でもそこは、例えば電力料金が少々上がろうとも、あと例えば CO2 削減は無理だと25、25%は無理だと、その国際公約を捨ててでも、電力料金が少々上がるし、 えこうあ,とあとおそらく、系統連携なんかにかなりの投資をしていかないと、電力会社はこういう新しい再生可能エネルギーに踏み出せないと思うんですね、でこうしたその新しい投資のやり方、促進のやり方についても、かなり大きく変化をさせていくという判断をした上えで、原子力発電になるべく頼れない社会を作るということは、私は十分あり得るという,ふうに思っておりまして、こういう表現にさせていただいているところでございます。ははいそれでは ああの福井新聞の長谷川と申します。えっと、あの今回、あの地震あの、津波の前に地震で壊れている可能性もあるかなという報道も確保されていますで。そうなりますとあの、一つの条件といいますか、要件として、あの後継年化という問題があると思いますで。今回の緊急安全対策とか、そういったものでも後継年化に対しては触れられていませんけれども、えー、知事として、その後継年化対策というものをどう考えでいらっしゃいますでしょうか。 後継年化について、福島県の西川知事が非常に厳しく、そこを、まあ、いわば新しい審査基準的なものを暫定的に性を示すべきだということをおっしゃっているのを私もよく承知をしております。で、現在の1号機が30年を超えた運転をしておりまして、いわゆる後継年化楼になっているわけでございます。えー、私としては、その、今、私の理解としては、後継年化楼というのは、そもそも後継年化しても、 さまざまな工夫や改良を重ねていくことによって新しい路と同様というか同等程度の安全性は確保されるということを前提に運転されているものだというふうに思っておりますので一定の安全性は確保されているのではないかと思っておりますがここについてもこの後継年間路について全く同じような審査でいいのかということについては そのいやだ全く大丈夫だと思いますというふうなことは申し上げられの状況ではないと思います、で福井県は高経年家老が非常に多いので、えー、そこはやはりあの私どもに比べると、より非常に先鋭的なも問題意識をお持ちなんだろうというふうに思っているところでございます。この高過労の年が本当にに大丈夫なのかとといいう問題につてては私としても これからも重大な関心を持って、ちょっとチェックをしていかなくちゃいけないと思っておりますけれども、それが直ちに、その新しい審査基準というものになるのかどうかについては、ちょっともう少し勉強させていただきたいと思っているところでございます、はいえー、時間がオーバーしておりますが、ご質問よろしいでしょうか。えー、それででははは質疑はここまままとさせててていいたただだききす、えー、古川知事にはあの署名をしていただきまして えー、絆こそ命とこういうことだ。これは一言。はい。あの私は4月の29日から3日間佐賀県があの支援に入っております。気仙沼に行ってまいりました。で気仙沼でもう泊まるところなかったもんですから、あの近くの公民館長さんのご自宅に泊めてもらってたんですけれども、その時にずっとあちこちの避難所を回っている中で思ったのは、やっぱり日頃から地域の絆がしっかりしているところというのは。 地震そのもののときにも非常に強靭な対応を示したしまた避難所においても非常に、えーまあ、ちょっといい悪いで表現するのは難しいんですけど非常にこちらから見てもそのいい避難所だなと思わせるような避難所でしたそういう,こう絆がしっかりした避難所に配置された私どもの職員は帰りたくないっていうんですよそれとまた自分の機会があったらもう一度この避難所に戻らせてくれっていうふうに言うんですね でその支援で入っている職員が、もちろんあの暮らしは恵まれてはいませんけれども、それでももういっぺん自分たちが戻りたくなるような、そんなふうに思わせるようなあ避難所、そのキーワードは、やはり絆だというふうに思ったところでございましたたありがとうございましありがとうございました。